また佐賀、また佐賀開いてるよ。おつん、ただいま。大田のところへ行きました。さっきぶりありがとう。広島に忘れたアニメ、そう行った、行ってきた。緊張した、めっちゃバーってカメラいっぱいあって。なんでカメラ、みんなが撮ってた、ファンのみんなが、うん、撮られちゃった。さらしちゃう。ただいま。あはは、リュウツさんありがとう。コミケ会場やばい。そうなの。見に行けてよかった、ありがとう。楽しかった。年表のところ来てくださった方ありがとう。キレポンありがとう。カメレオンさんありがとう。有名人からもそうぜ。ゆらりん散歩よかった。嬉しい、みんな見てくれたんだ、ありがとう。カメレオンさんありがとう。14時半から握手再開です。なのでそれのギリギリまで配信して握手いきます。明日は岡田奈々さんもね、握手参加するんですよ。 SPU の子枠釣り吉さんありがとう。明日は奈々さんも来てくれるよ、嬉しい。釣り吉さんありがとう。ゆらりん、あったかい、寒い。なんか会場の監督さんありがとう。会場の握手側と控え室側があって、その控え室側で今配信してるんですけど、握手側はめっちゃ暑いらしいんですよ、ファンの人の熱気で。こっちはめっちゃ寒い。ソロハが帰ってきた。
なっちゃん、あ、そうですよ、岡田さんと写真撮りたい、明日は。明日は写真撮りたい、岡田奈々さんと。そう、人口密度が高いから、あっちはめっちゃ暑いらしい。メイクやり直す。マジ？やだ。綺麗だよ、めっちゃ。なんで？ユラの方が汚いよ。なんでやねえ、何分からないの？全然わからへんね。更新が？そろそろいいんじゃない？だそんな変わんなかったくない？しんちゃん、ありがとう。とりあえずやります。チュ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 。バニーガール、ここ。耳を忘れたバニーガール、ここです。更新されてるな。驚きすぎ。いや、驚くはびっくりした。あつみさん、今日は初、ありがとう。おらんを戻ったら、つりきちさん、ありがとうございます。マシュマロ食べた。お疲れ様、ありがとう。美味しかった。今からね、メイクねやり直す。なんかね、これね、加工してるからね、だけどね、美肌にしてるからあれなんだけど、やばいの。なんかソラハちゃん喋ろう。いいよ、メイクしながらだけど全然喋るよ、何でも喋る。じゃあソラハちゃんに質問します。はい、何でしょうか。ソラハちゃんの一番、はい、そう、今日ね、もういつもソラソラって言ってるのに、今日に限ってめっちゃソラハちゃんって言っちゃうよね。ソラハちゃん、ソラハちゃんってそう言っちゃう。ソラ、じゃあソラの一番好きな食べ物は何ですか。ソラの一番好きな食べ物は、梅のお菓子。梅のお菓子、わかる、わかる、わかるわ。あっちも梅大好き。じゃあ、はい、みんなから空に質問何かありますか。全然お待ちしてます。あ、みんなもゆらさんへの質問お待ちしております。ゆらさんに聞きたいことなどなど。オムライスかハンバーグかと。ぽいけどね、めっちゃ多そう。ぽいけど実は渋い方。そう、渋いんですよ。渋ってめっちゃ言われる。映画とかアニメとか漫画とか見ますか。え、映画はね、見るよ。映画は見るけど、漫画はね、兵庫にいた時はめっちゃ読んでた。あ、そうなんだ。そうそう、金田一少年。金田一少年好きなんや。そう、なんかね、お父さんがね、そう読んでて、うん、それでなんか面白いよみたいな感じで言われて、で読んでみても面白くて、アニメもやってたからちょうど見てた。へえ、私ドラマは見たことあったわ。あ、カラさん、ありがとう。じゃあとろみちこっこについて語って。とろみちこっこさんについて語るの。語れないよ、可愛いから。だそうです。可愛すぎて語れない。可愛いがもう一番先に来すぎて。じゃあお好み焼きは大阪と広島どっちですか。それね、言われるんだよね。でも個人的にはね、うん、それ広島の方が好きだよ。おー、嬉しい。なんかね、麺がね、麺好きなの。美味しいよね、お腹いっぱいになるよね。そう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 。みち先生、ありがとう。関西のやつも好きだよ。おー、もうメイク落としてるの。そう、うん、メイク崩れてる感じ。酸っぱいマンも好き。酸っぱいマン、うん、食べたことない。なんかね、マジね、挑戦できない人なんやって。え、でもね、美味しい、おいしい。アイポンとあかりが好きなのは、うん、べっこ飴って言って、砂糖と水、あ、知ってる、だけで作った飴の中に酸っぱいマンの梅が埋まってるやつがあって、それがめっちゃ好き。すごい、何それあるんや。食べてみた。おいしいやつ。おいしい。ちょっとあかり、金田一が分からんけど。分からん。金田一は高橋さんと明智さん、どっちが好きですか。だって全く分からん。全然知らん。空も知らん。知らん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 。明智じゃない？明智さんか。高橋？わかんない。高橋が誰かわかんない。ユラもあとちょっとで、そう、お酒飲めます。あと何日か後にお酒飲めます。感想完了ありがとうございます。例えばね、メイクオフとしてですごいね、不細工なんですけ
でもお酒を初めて飲むときはお酒をよく知ってる人と飲んでみたいです。怖いからね。高藤さんだって。高藤さん。ああ。高藤さん好きじゃない。高藤さん好きじゃないらしいですよ。明智の方がまだ好きかも。まだ明智の方が好きかもだって。でもやっぱ金田一が一番好き。でもやっぱ金田一が一番好きだって。めちゃめちゃ。ユラ弱そう。やばそう。どうなんやろ。すぐ酔いそう。ユラ？マジ？酔ってなんか、うん、すぐなんか。危ない行動に出そう。危ない行動に出そう。なんかさ、なんかいろんなとこ行きそう。なんかさ、よくさ、酔っ払った人寝とるとかあるじゃん。道端でみたいな。ドラマとかでよくあるやつはそういうじゃん。なんかそんな感じな気がする。ゆら酔っ払って道端で寝てそうって言われた、空に。寝てそう。みんな言いたい放題やな。一人では多分ダメだと思う。返しなのみんなタクシーか誰かにちゃんと送ってもらう。待って、めっちゃ年下の子にめっちゃ心配されてるんだけど、めっちゃウケる。違うよ、ごめんなさい、ゆらさん。おもろい。すごい応援してくださってる方。でもみんなめっちゃ言ってる。マジ？なんかもっと甘えそう、酔ったふりしそう。飲んで服とか脱ぎそう、ドSが出そう。いけるんだけど。酔ったら暴れそう。え、めっちゃわかるって言われてる。ね、わかる、本当に。わかるのね。そんなことないよ。ちょっと待って。旅行はさせてもらう。でも二十歳になったら、STU の大人メンバーと一緒にこうしっぽりとお酒を飲んでみたいです。でもみんなからしたら飲んでほしくないのかな。あんまり別にそんな私ジュースでいい人やけど、絶対みんなからしたらあんまり飲んでほしくないのかな。しゅんくんさん、しっぽり終わり。ちきょうさん、尊いありがとうございます。てるごうさん、ハートありがとうございます。りんりさん、尊いありがとうございます。叶う気がする。みなさん、そらはの方、ゆらさんへのなんか質問とか何でもいいのでお待ちしてるよ。目元の化粧が本当にかすごい全然違う。さ、マジ初期の頃に比べたらマジで違いすぎてさ。化粧変わったよね、めっちゃ。化粧してなかったもん。ね、最初の時化粧のやり方すげーと思ったもん、自分。分かんなかったもん。化粧のやり方分かんないって言ってたもんね。そう、100均とかやったもん、しかも。でも、今めっちゃ可愛い、本当。ありがとう。化粧めっちゃ上手くなってる。そう、自分ではもう上手くなったなって、なんかあれだけど。でも上手くなるよね、なんかアイドルになってからみんなさ、お化粧上手くなる。調べたりするしさ。うん、どんどんみんなやっぱ可愛くなるのはある。なんでそんなに美人なんですかって、ゆらさん。いやいやいや、美人じゃないです。ね、綺麗だ、可愛いよね、ゆらさん美人って感じ。すごい。ゆらちゃんはなんでそんなにセクシーなんですかって。セクシーじゃないよ、全然。踊るイメージでセクシー。なんかいろんなとこ動かせるよな、なんか腰とかさ、なんかウェーブとかさ、結構さ、そういうのがちょっとさ、くねくねしてるかも、ダンスが。ダンスくねくねしてるかも。なんか、すごいそういうのを尊敬するんだけど。本当に、前だね。前はね、全然そんなやってなかったのに、化粧とかは。そうだよ、すごかったんだよ、自分でもびっくり。来てくれた。座って。リンディさん、クッキーありがとうございます。座ってください。お姉さん、こんにちは。座れてる？座ってるよ。寒くないですか？